23日未明、東京・渋谷の駅前の広場で警察官から拳銃を奪おうとして怪我をさせたとして、自営業の26歳の容疑者が強盗傷害の疑いで逮捕されました。続きを読む。警視庁によりますと、23日午前2時50分ごろ、渋谷駅前の交番前の広場で別の案件の対応に当たっていた20代の男性の巡査に突然ハサミを持った男が後ろから近づき、巡査の首に腕を回して襲いかかってきたということです。その際、巡査の拳銃入れに手をかけて奪おうとしたものの、すぐにその場で取り押さえられたということです。巡査は揉み合った際に転倒し、顔や首に軽い怪我をしました。警視庁は自営業の26歳の容疑者を強盗傷害の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認め、拳銃を奪って自殺するつもりだったと供述しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。現場は渋谷駅前のスクランブル交差点に近い、日中は多くの人が行き交う広場です。